娘よ、お前がこのスタンドを出してくれなかったら私は結構奴らに追い詰められていたかもしれない。スティッキーフィンガー、スタンドをつかめば肉体も動く。これでこの体を走らせる程度の動きはできるぞ。攻撃されるぞ、全員固まるんだ。時を飛ばされ、まさか。なんで俺たちを攻撃しねえで走ってるんだ。奴はすでに観察して見つけてるぞ。レクイエムから矢を取り上げる方法を。時間がない、今はそれが優先なんだ。ミスター撃て、絶対に先に行かしてはならん。もたもたするな、自分の体だと躊躇している場合ではない。違う、もう撃ってるぜブーチャラティ。すでに6発撃ったらしい。奴は時を消し飛ばしながら走ってる。弾丸のコースは予知されているんだ。おい、矢を奪われたら俺たちの負けだ。あの影だ、なぜ誰も矢に触ることができないのか。このディアボロの考えに間違いなければ、私が動くとレクイエムの影は太陽とは無関係に常に私の反対側へと動く。ということは、あの男の目にはこの私の方向に影が伸びてるはず。ブチャラティの目には影はレクイエムの前方に伸びてるはず。つまりこの影はその人間個人個人が見る影なのだ。レクイエムの謎はこれだ。一人一人の精神を操れるのはこれが理由なのだ。こいつは人の心の影、レクイエム自身が俺の心の影なのだ。だからこいつを攻撃することは自分を攻撃することになる。この影を取り除けば矢は手に入る。そして影があるのなら自分だけの光がどこかにあるはずだ。奴はまだ矢をつかめてない。突っ込むぞミスター。光は己の精神の灰だ。やつは自分の頭の後ろで何かを破壊したぞ。何をやったのだ。掴んだぞ、矢を。このディアボロが掴んだ。ディアボロが矢を拾う方法を見つけたというのなら、それはそれで利用すべきだ。やつにやられたこの腕の僕の飛び散った血はただの物質になってるからな。ゴールドエクスペリエンスは今発現する。この針は何をやられたのだ。ここまではいい、行くぞ。あとは急がなくては。矢を弾き飛ばせ。消えませるなミスター。もう撃ってるぜ。やった、たとえ予知してようとこの距離だ。弾き飛ばせる数はせいぜい自分の身を守る程度だろうよ。残りでそのまま矢を弾き、持ってこいピストルズ。衝撃まで予知して矢を戻しやがったぞ。下っ端のカス能力が。お前ごときの浅知恵でキングクリムゾンの予知の上を行くことは絶対にない。くぐり抜けることもない。いくらカスみたいでもな。とはいえブチャラティ、お前のチームには結構冷や汗をかかせられたぞ。我が組織を裏切る愚行を犯すなどとは予想外だったし、私の正体まで知られるとは思ってもみなかった。だがおかげでこの矢の真の能力を知ることができたのは贈り物だ。自分の過去を乗り越えた運命からの貢ぎ物だったな。弾丸だピストルズ。